こんにちは、動画ファンの成田です。今回は iPhone で自撮り撮影をした時に鏡のように映す反転させる方法をご紹介いたします。iPhone で自撮り写真をした時にどうも納得がいかないということがあるようです。というのがですね、例えば自撮り写真を撮る時というのはこの画面側、前面カメラですね、インカメラを使って写真を撮影すると思うんですが、例えばこちらの猫の置物なんですけれども、アウトカメラで撮るとこのように向かって左手が上がっています。で、これが正しい向きなんですけれども、インカメラで撮ろうとすると鏡のような向きになるので、向かって右手が上がったように見えております。で、これでこの画面を見て写真を撮影するんですけれども、じゃあ例えばこれで写真を撮影すると、先ほど写真を撮る時の画面は向かって右側の腕が上がっていたんですけれども、実際撮影したものは正しくこの向かって左側の腕が上がってしまっております。これがどうもうまく撮れなかったという感覚になってしまう原因のようなんですね。そこで今回はこのインカメラ、前面カメラで撮った写真、インカメラで撮った写真をこの写真を撮影した時のまんま、左右反転のまま表示させる方法をご紹介してまいります。設定方法はとっても簡単です。設定をタップします。画面開きましたらずっと下にスクロールをして、カメラ、こちらをタップします。そうしたら少し下へスクロールして、構図という項目のところに前面カメラを左右反転という項目があるので、こちらのスイッチをオンにします。これだけです。こうすることによって、では設定画面閉じてカメラを起動してみましょう。今インカメラが起動しています。これで先ほどと同じようにこちらの置物、写真撮影をしてみます。はい、そうすると撮影が暗くなってしまったので分かりにくいかもしれませんけれども、向かって右側の腕が上がった状態の鏡に映したような、左右反転したような状態で写真を撮影することができました。こうすることによって自撮り写真も思った通りの写真が撮れるようになるかと思います。ぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立ったという方は高評価ボタン、またチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。もしこの動画のご質問がある方はコメント欄からいつでもご質問ください。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしています。チャンネル登録お待ちしています。